あれ？あ、いた。ムービー入ってる？入ってます。あ、一本死んだ。死んではないし。これで OK か？終わりました？あ、じゃあ、ログアウトします。あ、いいよ。もう嫌や。勘弁してくれ。もう最初だ、ちょっと最初だけね、これはちょっと我慢しよう。これは。よし。あ、なんかステータス触れるな。うん。てかさ、そのキャラクターの髪型なんなの？なんでそれにした？適当に選んだらこれでした、ね、一番ダサいやつやん、それ。いや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 、一番人気ない、一番人気ないやつです。かっこいいでしょう。ちょっと前髪もっこりしてるん、それ。絶対この髪型が一番人気っしょ、これ。いや、それはないよ。生きてる？生きて、完全に生きてる。生きてる、これ。うん。調子乗ってる時期ですね。お、レベル12。次どこっすか、ちなみに。こっち。あれ？そうそう、バイトータス。これ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 。これ。あ、こいつか。うん。まだ喋ってないけど、こいつ喋ろう。縄を解いてあげて。はいはいはい。男これ。男？え？男やわ。男かよ。ないわ。ないわ。名前もう一回縛り直しますか。ないわ。もう縛り直そう。きつめに。きつめに。二度とほどけないようにしてやりましょう。うん。ちょっとゴブリンこれ意外と美味しいんじゃん、こう、もしかして。狩り尽くしましょう。ちょっと狩り、ちょっと狩ろうぜ。絶対これ美味しいって、なんかそんな気がする。あ、もう、クラスレベルも10になったで。早いっすね、これ、うん、ゴブリン買ってるだけで。もしかしたら15いくんちゃう、これ。あれ、ゴブリンいないな。絶対、あ、これ狩り場なってるわ、これ。ぽいっすよね、人いっぱいいますもんね。うん、取り合いやな、これ。くそ、わかんないな。わかんない。これ、ツナの上、これ渡れんねんね、これ知ってた。マジっすか。え、なんか左におらん、なんか。え、ほんと、なんかいる。え、なにこれ。あ、散った。あ、登れた。消えた。爆散しましたね。誰もいなくなった、そして。そして誰もいなくなった。ゴブリンないなぁ、もう出てこないっすか。ポップ待ちやな、これ。行こうか。行きますか。狩られてるっぽいっすね、これ。狩り尽くされてるわ。多分ここら辺で美味しいんやな、ここは。あ、出た。カレ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 。あ、スクエイクで持ってくぜ。おーしゃ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 。いや、今4体ぐらい一気に持ってたんで。いいね。そしたら向こうでも空いてますね。うん、うわ、くそ、取られた。くそ、あ、来て。オッケー、あー、もう一匹来た。よし、取り合いだな。行きますか、じゃあ。行こうか。あ、いた。よーし、また報告に戻らないといけないよね。なんかここめっちゃ旗マーク出てない？なんでですかね、緑の旗は。まあ、こいつを喋っといた方が良さげやね。喋っとこう、報告せなあかん。
そっか、あ、取り戻してくるとかそういうことか。あ、うん、経験値レベル2だ。あれ、今まで1だった気がする。1だった。うん。まあ、やっとこうか。いいっすね。うん、これ、受けとくだけでもいいんすよね、結局。多分、うん。とりあえずね。あ、ステータス触れる。とりあえず報告しよう。うん。あ、そいつも話します？こいつもいける。ジェイス。で、あとは上の、先のリーダーね、ここの。リーダー、じゃあ、バイトを立つよ。おぉ、戻ってきた。縛り直そうか。戻しましょうか、もう一回。うわっ、しまった。こう縛り。え、何、変なの受け取ってしまった。あれ、多分これ。どういうこと、どういうこと。なんか変なの受け取ったよな、絶対。あ、大丈夫。あれ、なんか選択肢ありました今。いや、ない。あ、よかった。金床でしょ、装備を強化できるみたいな。あ、はい、変なの受け取ったかと思った。びっくりした。縛り上げんぞこいつ。びっくりさせやがって、ほんとに。もう得手の亀甲縛りっていう最強のボケがもう一本うわーにかき消されたから、ね、いや、そう、かき消しといて正解ですよ、たぶん。いや、無理。流しとけ、流すときべき。助けられたと思ってね。お前、言わんかったよ、また。なんか、金床もらったよね。もらいましたね。金床は、武器の強化？ね、インベントリー、あ、違うな。しゃがむね。で、アイテム製造とかじゃん。しゃがんで？違うわ。違うわ。まあ、あとでいいんじゃないですか。とりあえず、フットゴスキル。バッシュ。いや、これ、これ、これ。オッケー。で、ステータスも。新技覚えましたよ。何、新技。いきますよ、うん。アイスボルト。あ、違う。エナジーボルトやん。違う。どこが新技やねん。あ、これじゃない、これじゃない。はい、リフレクトシールド。あ、こっちにも効果あるやん。イエーイ、リフレクトシールド。いいっすよ。これはなんとですね、うん、なんと敵の攻撃の一定量ね、うん、攻撃者に反撃するって、ね、反射、反射でピーンって返せるんですよ、一定量ね。はい、一点どんぐらいだろう。 1% とかかな。ゴミ。 1%反射回数3回。そんな多くない。もしかして3回で弱いこれ、もしかして消えたし、もうもう消えたし。弱いか、これ、もしかして。だけど、なんかボス戦の前とかやね、あの、それ唱えとけば。ボス戦始まったらどうせ固まるんで、僕、うん、こういうのアシストしかない。空気なんで、ほんとそういうこと。燃えた。あ、やった、通れる。え、ってこと、これがバイドータスの方のクエストで、さっきのはまた別件で受けたんかな。あれ、いや、動けない、動けない。動けないんだよな。なんかけど、画面外におったら一応動けるみたいなことは書いてあったけど、ちょっと。おい、じゃあログアウトします。いってらっしゃい。あ、待って、OK、あ、あ、まだおった。あ、けどログアウトしてもいいかも、これは。多分これ耐久やわ、2分間耐久やわ、これ攻めてくるから。あれ、終わってます？もうまだ終わってない。あれ、どこ、あれ、え、嘘、戦ってる、戦って、ガンガン戦ってるよ今。え、タイマーみたいなの出てる。あ、もしかしてこれ一人でやるパターンか。そういうパターン。勘弁してくれ。耐久やで、これ、これか、ほんとだ、今出てきました、下の数字が。え、けどこれレベル上げになるわ。余裕じゃないですか。
エナジーボルトで余裕さ。クソ、一撃で死なねえぞ、こいつら。いや、強い強い強い。リフレクトシールド、あれやん、リフレクトシールド。あれ、ゴミ。あれ、もう一掃したっぽい。あ、出てきた。まあ、アースクエイク最強なんで。いやー、強いわ、これ。アースクエイクいいよね、範囲広いし。もう結構消費するんですよね、多分。あ、ポイントが、あの、MP がね。はい、あとクールタイムが長いっていう。頻繁には打てないわけね。切り札っすね、僕の。そのうちエクスプロージョンとか出んねやろな。いや、これ耐久きついな。エクスプロージョン。奥行っても何もないもんだって。終わったっぽいで。マジっすか？うん、終わった。ちょっと早くないですか？終わりー。そっちに行くな。よし。あぶねー。いや、きびいな、これ。強いぞ。それてか、大変だ。厄介だ。ちょ、メタルケッピー倒しとくわ、メタルケッピー。いるんか。ゴールデンメタルケッピー。ああ、でっかいケッピー。あれ、敵来なくなった。あ、来た来た来た。今ね、クラスレベル設定は14。お、いいっすね、僕も14っす。オッケー。ちょ、もういけんちゃん、もうすぐ余裕じゃないですか。ちょっとゴブリンちょっと狩ろう。ちょ、ほら出た出た、メタルケッピー。ちげえ。こいつほら、ユーポン当たってる。これー結構硬いし。あー、上がった上がった上がった。おー、よっしゃ、さあ。15、15、15なった？ 14、15 っすね。あ、オッケー、じゃあ15、15まで行こう。これ拾えないんだけど、これ。あ、拾えました。はい。オッケー。じゃあ15、15なったら一回戻ろうぜ。あの戻って、ちょっと上級1個上のあれに、うん、やろう。今日の目標でもある。そうっすよ、上級ジョブに。いや、でもなんかどんどん難しくなってくるんですよね、やっぱり。やろうね、うん、いや、てか大きいやつ意外と硬いな。こいつ硬い。これ経験、こいつこそ経験値うまいね。メタルケッピー並みのメタルケッピー。うん。よいしょ。うい、お金ももらえますね。うん、なんか人集まってきたな。やっぱゴブリうまいのかな、うん、ちょ、ステータス触れるな、うん、あ、お金も1800ぐらい溜まってる。ステータス何に振ろっかな。何振ろっかな。あー、なんか攻撃だな。コンセントレイ、一時的にダメージを受けても体が硬直。硬直はいいや。バッシュにしようじゃん。よし、あとキーの設定も変えたいな、終わったら。うん、パワー、やっぱパワー一択でしょう。パワー一択、27まで来たで、もうパワー。こんなキャラクターレベル上がんないですね、なかなか。もうちょいでしょ、もうちょいちょ借り続けよう。経験値とか表示されないんですね、なんかあれ、うん、ゲージみたいのが。そう、よいしょ。いや、あれやと思う。下やと思う。下のさ、左下の黄色いゲージと右下の緑いゲージ。ほんとだ。ぽくない？すごっ。よく気づきましたね、これ、うん。多分そうよな、これ。そういうことっすね。うん、オッケー。だってもうクラスの方、もうカンストしてんもんやって、今。カンストしてますわ、うん、僕も。よ
しよし。わかった。おっしゃ、じゃあ一回戻る？戻りましょうか。戻ろうか。どうやって戻る？今女神女神像。なんかエテサの周りめっちゃ光ってますけど。ああ、勇者の証これ。何それ？せこいせこい。認められし者だけがまとえるという、僕は認められてないですか？まだまだ非公認やから、ユーポン。公認プレイヤーだったんだ。うん、これ、よし。じゃあ、一回も、どこやったっけ？シャウレクラ、クラペダ？クラペダ？ユーポン一回シューレイモリ行ったんじゃん。何しにその道草意味あります？一旦クッションすることによって、うん、ワンクッションしてからすることによってシルバーを余計に消費するという高等テクニックこういうやな。あ、戻ってきました。ちょっと待ってや、公式サイト見に行こう。ちょっともう一回確認してもらえ。僕も来ました。もう一回確認しとかないと、俺、確認しといてください。今のうちに僕は、キー設定を変えておくので。うん。クラス紹介。今、この、サルマンだから、ペルタストが盾を使った防御と攻撃が得意。ハイランダーが、これはもうハイランダー一択。うん。盾なんか必要ないからね。あ、そっか、それ見とかないと。うん。ユーポンはウィザードやから、だからパイロマンサーかクリオマンサーね。何が違うんですかそれは。パイロマンサーが火を使った範囲攻撃が得意。はいはいはい。でクリオマンサーは氷を使ったのが得意。あー悩むね。どっちか、火か氷かみたいなね。いやーでも火でしょ。まあやろうね、やっぱり、うん、なんか途中おった人は多分氷選んだやろね。なんとか、うん、アイスボルト、アイスボルト、アイスボルト。ってことは火やったらファイヤーボルト、ファイヤー、ファイヤー、かっこいい。フレームボルト、あいいな。俺の大文字何のネタかわかんないですけどいや気にしないで、気にしないで。大文字は大文字。単なる大文字。単なる大文字。うん。まあいいなぁ、なんか。じゃあ、どこに行けばいいんだろう。携帯変化の魔法とかめっちゃかっこよくない？なんすかそれ。なんか、ね。自分が変わるってことですか？ 4 クラス目に、はい、行けるで。攻撃魔法クラスの4クラス目。かっちょい。絶対違う。まあ、とりあえず、ではハイランダーになります。どこでやるんだろう。マップ、これさ、マップでカーソル合わせたら出てこへんかな。あー見れますね。あ出るね。ってことはハイランダー、ウィザードマスターとかのところに行けばいいのかな。ウィザードマスター、ハイランダーマスター、あったで。って家のマーク。ハイランダー。パイロマンサーマスターあんで。真ん中の。パイロマンサーが何でしたっけ、うん、火。あ、じゃあそれ行こう。うん、よし、オッケー。行くで。よっしゃ。